びっくりさせたろ TV 始まるよ。さーて、次はどんな動画作るかな。最近ネタ切れ感がすごいんだよな。なんかいいネタないかな。笹野くん。おお、カメラマン、急にどうした？今ネットでたまたま見つけたんですけど、どうやら広島にトトロの警戒標識があるらしいですよ。トトロの警戒標識？カメラマンさんさ、いくらネタがないからって熱情が良くないと思うよ。マジなんすよ。そんなんあるわけないじゃん。バカなこと言ってねえで働け。そんな遠くないんで今から行きましょう。今からレッツゴー。ラン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 。ナウシカじゃないそれ。はい、ということでやってきました。本当に来ちゃったよ。場所は広島県世羅郡世羅町にあるフルーツロード。この道沿いにトトロの標識があるってことらしいですよ。早速走ってみましょう。嘘くせー。走ったけどなかなかないね。あれ、この辺にあるはずなんですけどね。カメラマンさん、やっぱり捏造は。あ、ありましたよ。一瞬だったけど確かにトトロだったね。ほら、言ったじゃないですか。マジかよ。なるほど、どうやらここはメロディーロードだね。メロディーロード？道路に細かい溝が刻んであって、一定の速度で走ると音楽が鳴るようになってるんだ。へえ、なんでそんなのがあるんですかね。観光地だから。それもあると思うけど、音を奏でることでドライバーの眠気対策なんかにもなってるんだ。一石二鳥ってやつですね。ちなみにこの道は広島県公式ホームページぶらり広島ドライブマップのおすすめ観光ルートに掲載されているよ。なるほど、さっきこそこそスマホいじってたのはそれを調べてたんですね。ぎく。さしたろうくん、広島観光大使なのにそんなことも知らなかったんですね。面目ない。にしてもトトロの警戒標識だから、この辺にトトロでも出没するのかと思ってたんですけどね。本当にそうだったら大事だけどね。まあ何はともあれ、トトロの標識発見ってことで。疑って悪かったよ。皆さんもぜひこのフルーツロードに遊びに来てみてください。では次の標識へ、ジャンプジャンプジャンプ。車で帰らないんですか？